Team Japan presents Festival TV, and on the show tonight, Guitar Wolf! Yeah.
飛ばしてたね。お疲れ様です。ギターのせいです。Yeah, man! ロッキーロー、もうせーので始まって0から100を 0.1 秒でいけますね。そんな感じ、本当に。もう、いや、もう俺たちとしてね、やっとこの日迎えられた。やっとギターウルフ。おー、嬉しいな。そう。で、今日私たち死んだ板フィーバーにいまして、フィーバーって誠一さんにとってどういう場所？フィーバーは店長の西間君が誠一さん電話かかってきた。環七の前にある店なので、フィーバーという名前しか思いつかなかったです。で、環七のフィーバーから取ってくれました、ギターオフの曲の。そうだから、フィーバーって環七フィーバーから来てるんですよ。じゃあ西村さんはもうそのカンナのフィーバーから強いものを感じたんでしょうね。西村がもともとシェルターの店長 で、yeah. で昔から俺のたちのことを見てて、yeah. でここに場所を移したところ、まあ、目の前がカンナなので、そう言ってました。それで俺たちがなので一発目ぐらいにライブやったのかな。おー、でその時のリハーサルが多分ロックバンドで初めて音鳴らしたんだけど、もちろんリハーサルからカンナのフィーバーやりました。そうなんだ、そうなんだ。カンナナって、まあ、もちろんこのフィーバーの目の前に、まあ、東京あるすごいビッグロードぐるっと回りますね。誠一さんにとってどういうカンナナってどういう存在？やっぱバイクでぶっ飛ばせる。こんなこと言ってるか、ぶっ飛ばせる場所だね。ぶっ飛ばしやすいな。特にこのフィーバーからあっちの246駒田通りぐらいまでが、立体交差点があって、あ、立体のほ、あ、ありますね、あれがあって、なかなかぶっ飛ばしやすいです。すごく真夜中とか特に。で、まあ、カンナのフィーバーの話をしてるの でここフィーバーなので、カンナのフィーバーってどうできたんですか？マイクロフォンで。カンナのフィーバー、そう、カンナのフィーバー、どうやってできたの？まあ、もちろんバイク乗りっていう、で、ある友達がね、なんか口走ったんだよね。ふっ、え、何？で、何かで、そのカンナのフィーバーっていう、誰かがふっと考えた言葉をパッと取って、自分たちの、カンナのフィーバーという風にしました。
やっぱあのこれ当たり前に聞こえるかもしれないけど、せいじさんって本当そういう言葉好きだよね。あの曲名とかもうロッキンジャパン あのアーティストエリアでそういう曲名について長く語った記憶が僕にあるんですよ。そういうのあったんですよ。まあ、あのこういう曲名、ああいう曲名、なんかジョージもっととかね、なんかそういう話とかもしてて、で、まあ、ユーモアもねもちろんあるし、だからあのギターウルフってなんていうか、そのさっき言ったようにせーのでもう 0.1 秒で時速100キロ出せるバンドでもあるけど、その歌詞とかもね皆さんにもねぜひあのチェックしてほしい。でまあ、ここフィーバーじゃないですか。でここにあのなんか下にあるなんていうかそのスタンドですか、ここに立つと転ぶよっていうもの書いてあるんですよね。確か何、ちょっと待ってね、あ乗ったら転がりますスピーカーで、僕聞いたのは、うん、これ誠一さんが乗って、うん、転んじゃったからそう貼るようになったって伺ったんですよ。本当本当、あ、そうなんだ。そうそうそう、見る？一瞬見る？うん、これ乗ったら転がりますね、ここに書いてあるんですよ。あ、でそれは誠一さんは一回乗ったことありますよね、で転がったことありますよね。あるかもしれないですね、うん、で転がってどうなりました？転がった足をめちゃくちゃ打って。そうなんですよ。だからそう書いてある。だからか。でらしいですよ。結構十何年ぐらい前だけど。そうそうだったの。ありがたいの。いや何書いてんだろうなと思ったけど。さっきこうやって押して、うん、あのアキレス腱伸ばしたらそのまま転がったから、あと横見たら乗ったら転がりますから。あ、そうそうそう。まあそのまま気をつけなきゃね。転がりますよ。あの前日、まあこれがですね配信されてる段階ではまあ。もう4ヶ月5ヶ月ぐらい前になりますけど、あの今年オーストラリアとニュージーランドのツアーやって、でこれ久しぶりの海外のツアーだったと思いますけど、感触はどうでした？オーストラリア、コロナになる直前に最後のオーストラリア行って、でほぼ3年ぐらい行ってなかったんだけど、今回行ったらみんなうわーっと迎えてくれて、まあ、嬉しいことに結構どこもソールドアウトで、うん、嬉しかったですね本当。みんなうわーと迎えてくれました。楽しかったです。日本も、日本はねそういう声出しの時期も結構長くて、で当然のこと海外に行くのはすごく難しかったから、あの誠一さんもステージに立ってすごい強いものを感じたんじゃないですか、お客さんの海外で。そうですね、すごい、まあ、正確に言うと海外は去年の、うん、去年もヨーロッパ行って、日本はまだ枕じゃない、日本はまだマスク全盛だったけど、うん、その頃もヨーロッパはもうマスクなしで撤廃で、うん、日本との自由の大きさの違いにちょっと驚きましたけど、うん、でもその時のヨーロッパもやっぱうん、みんなうわっと来てくれて嬉しかったですね、すごい。そうね、その時差ってありますよね、うん、例えば日本、僕日本でそういうみんなマスクしてるけど、そういうサッカーでスタジアムではみんなマスクしてないし、うん、ガーって叫んでるし、選手はお互いハグしてるし、だからそういう時差って確か僕もねすごい感じましたね。で今回、まあ、2回にわたってギターウルフのライブをお届けしますが、あの後編もですね本当 0.1 秒であの100キロ、いやに行けたライブでしたね。すごかったんですよ。で次回のライブもお楽しみにしてください。誠一さん本当ありがとうございました。ありがとうございます。ロックンロール、イエー、ありがとうございます。